はいどうも、キックボチャンネルのキックです。こんにちは、こんばんは、久保です。またお邪魔してます。今日はね、ちょっと雨がね、降ってるんで、青空スタジオじゃなくて、そうですね、室内スタジオの、室内スタジオで、はい、初の室内スタジオ収録で、うん、撮っていきましょう。こちらは今、はいはい、納車されたランクル乗り始めて、うん、半年？半年経ったね。半年経ちました、経ちました。そう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 。納車までにまあ時間がかかったっていうのは、はいはい、ワンちゃん来た、はい、ありましたけど、そうなるとあれじゃないですか。納車されてまだ半年ですけど、うん、MC の話もちらほら、まあ噂話。聞こえてくるじゃないですか。うんうん、前回話しましたよね、それね。うんうんうん。もっと話させてもらって。はいはい。ここから実際やっぱね、世の中の話というか、うん、こうなんじゃないのみたいなのをちょこちょこまあ見てみると、うん、やっぱ、ね、国内出ないんじゃないか説。ああ。みたいなのが、ちらほらあって、はいはい、いや、実際どうなのかなと思って、いや、うん、私はね、いろんな車見たいし乗りたいんで、うん、ぜひぜひ、ちょっと、ね、久保ちゃんにはね、うん、さっさと出たら、うん、さっさと買ってほしいというふうには思ってるんですけど、はいはい、実際、なんかその辺の話って、なんか新しい情報あったかなと思って。いや、ないんすよ。そうなんだ。なんかね、うん、もう、錯綜してるっていうか、うん、ディーラーさんによって違うんですよ。だから多分ディーラーにも降りてないんじゃないか。降りてないのを、うん、多分営業さん単位で予想して言ってるんじゃないかな。なるほど、なるほど、うん、なんかディスった感じになっちゃうからあれだけど、うん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 、でもそうだと思いますよ。じゃないと一定のちゃんとした情報がディーラーに降りてるんだったら、そこって統一されるべき、うん、統一されるべきというか統一されるじゃないですか。そうそう、されますね。それがディーラーさん、うちのディーラーではもう売らないって言ってたよ、うん、うんうんうん、うちのディーラーではこうだったよって言うってことは出てない か、もしかしたらどこかの情報は出てるんだけど、それを聞いてない営業さんもいるとかで、うんうんうん、あっち行ったりこっち行ったりしてんでしょうね、情報がね。そういうことですね、うん、ただ、うんうん、情報整理して考えると結構至ってシンプルだと思っていて、うんうんうん、まずトヨタさんが250の発表の時に300なくしませんってこれは言ってるんですよ。はいはいはい、言ってますよね。だから300はなくならない、うんうん、もう一回言います、300はなくならないですよね。で、うん、その上で、じゃあ、マイナーチェンジは起こるのかってことなんですけど、うん、単一モデルのまま行くってありえないので、安全装備だったりとか、先進装備っていうのを考えても、うんうん、フルモデルチェンジどうかっていうのはもちろんあるんですけど、年次改良っていうのは必ず行っていきますよ。うん、なんで、うんうん、これもある、うん。マイナーチェンジも 100% あります。それがいつかっていうのは抜きとしてあります。でネックになってくるのは、うん、マイナーチェンジしたモデルを日本で売るか売らないかっていうことですよ。そうですね、そうですね、うん、でここがわからない、また情報が未確定ってことですね。未確定、うんうんうん、まあ、さっきの話でディーラーさんでもちょっと場所によっては出ないって言ってるところもあれば、だそれだからもう噂レベルですね、うん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 、なんでそこがどうなるかっていうことだけだと思ってるんですけど、僕は。うん、僕の見解を話をするとですよ、トヨタとして、うん、日本向けの発表として、ランドクルーザーシリーズっていうのをシリーズ化をして、うんうんうん、で、ランドクルーザーシリーズの中で住み分けをしていきますと。これはもう出てますよね、はいはいはい、出てますね。300、250、70をこうラインにしてますね。ラインにしてますよね、うん、で実際発表にはなってるけれども、ランドクルーザーの EV モデルですね、はいはいはい、コンセプトとしてね、うん、発表になってるコンセプト、うん、これも出してますよね。はい、出てます、発表されてますね、うん、で FJ も出るんじゃないかって言われて、うんうん、実質的には今のところ5車種構成になってるわけです、うんうんうん、って考えたときに、EV がステーションワゴンとして、うんうんうん、トップの300の代わりで国内で出てくるのか、うん、300は300で残した状態で、うんうん、EV モデルとしてちょっと枠外というか、に出てくるのかによって変わってくるかなっていうのは思ってるんですよ。
似てるところで言うとそこなんですよね。住み分けで言うとね。で単純に300を国内なくしますってなるとステーションワゴンがなくなるんですよ。でそれの代替えって何ですかってなると LX になってくると思うんですけど、レクサスのそっちになっちゃうんですね。そうだからレクサスとトヨタを一緒に考えてやるかどうかですよ。なるほど。彼らの、まあ、一緒くたにレクサス、うん、トヨタの中でトヨタグループとして見るのか、やっぱりトヨタのランクルシリーズとしてやっぱりフラッグシップって必要だよねって見るのか、ブランドとして残すのか。そうそう。ただね、今の生産状況とか、待ってる状況含めて無駄な納車待ち、だから先の見えない納車待ちっていうのはトヨタは避けたいと思うんですよ。はいはいはい、わかります。ってことは250みたいに2年分の生産計画に対して割り当てを当ててこれでってなるんじゃないの、なるほど、なりますよね。はいはいはい。でそうなった時に僕ぶっちゃけね、70ぐらいの立ち位置になるのかなと思ってるんですよ。要はランドクルーザーの本筋どころは250ですと。おお、なるほどなるほど。はい、なんで250って言ってるかっていうと幅広いんですよ、ユーザー層が。ははははは、はいはいはい、わかります。ガソリンモデルで山行かない、街乗りっていうところをフォローしながら、ディーゼルモデルで山行く人たちもフォローしてます、パワーもつけてますっていうところ、なるほど。大きさ、ラダーフレーム、っていうので言うと多分本筋はね250なんですよ。今までのプラドの販売台数から言っても本筋は250。あ、そうかそうかそうか。と出てくるんであれば FGA、ちょっとちっちゃくなった FGA ね。この2つがランドクルーザー本筋モデルとしてラインナップされて、なるほど。でサブモデルじゃないんだけど、もっとステーションワゴン行きたかったら300です、もっとヘビーデューティーしたかったら70です。だ生産台数超少ないですけどっていう流れになるんじゃないかなと。なるほど。それは、マイナーチェンジモデルにもかかったお話ですか？マイナーチェンジモデルっていうか、マイナーチェンジはするんですよ、さっき言った、あ、そうですね、海外も含めてしなきゃいけないんですよ、まあ年次改良っていう意味で、なのでどこのタイミングでその生産というか販売が再開するかによると思います。だマイナーチェンジしてから再開するのか、今の状態で再開するのかによると思います。そうかそうか。ただそうです、ね、今の状態で再開するは難しいですよ。値段安すぎるしね。ああ、そもそもね。はい。わかんないですけど、僕がメーカーだったら儲かんないから値段上げたいじゃないですか。そうですね。そうですね。なったらマイナーチェンジ絡めて再開して、そういう立ち位置で国内の販売台数を極小に絞り込むっていう。適正な価格設定をした上で、設定をする、台数を設定すると。台数を設定する。で、生産台数の計画に合わせて、国内割り当て、海外割り当てっていうのを当てて、なるほど。で、国内割り当て台数を少なく設定するから、まあ、販売店が抽選で売るのかどうかわからないけど、2年間の割り当ては、じゃああなたのお店は5台ですとか、2台ですとか、70クラスの台数、70の再々半クラスの台数を割り当てるっていう。なるほど。だそうすると辻褄が合うんですよ。結局台数が少なくなっちゃうから再販って言えないよねとか、待ってる人に割り当てたらなくなっちゃうよねっていう可能性 もちろんあるし、そうですね。でそれって逆側で言ったら売りませんっていう話になるじゃないですか。あ、そうか。売りませんというか実質的に台数足んないから一般の人には行き渡りませんっていう話になるじゃないですか。新たに受注取れない状態、ね、そう、受注取れないよっていう話になる。街が多いディーラーさんほどね、割り当てに対してっていうことになるし、で逆に売るってなることも事実じゃないですか。マイナーチェンジモデルを国内で売るよっていうのは嘘じゃないじゃないですか。はい、台数は少なくなるけど売るよ。ああ、なるほどなるほど、そういうことですね。そう、そこも事実マンは合うので、そうか、そうですね。あくまで本当に噂だけど、噂レベルのものに対しての考察だけど、極小っていうのは、なるほど、なるほど。あるんじゃないかなっていう。だから年間1万台ですとかね、例えば。そのくらいの規模の台数。そう、日本国内割り当ては年間1万台とか月1000台とか800台とか。はい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 。そのぐらいの多分生産能力と海外との割合を考えると、500台から800台がいっぱいいっぱいだと思うんですよ。いっぱいいっぱいっていうか、そのぐらいがちょうどいいんだと思うんですよ、国内向けが。そう考えると年間6000台ですとか。
だから2年分の受注受けるから1万2000台ですとか。あーはーはーはー、あ、なんか現実的な数字になってきますね。辻褄が合うっていうのも分かりますね。なんかそんな売り方だったらいろんな辻褄が合うなと思ってて、そっち行くんじゃねえかなっていう気はしてます。なるほど、ね、だからもうぶっちゃけだから僕も欲しいけど買えないかもしれないなと思って。お、年間6000台ってだってもうファーストエディションより少ないわけですよ。そっか、ファーストエディション8000でしたっけ。8000はって考えると相当狭きもんだし、そうですね、もうそもそも待ってる人たちが、じゃあ後期でいいよっていう人たちが出てきて、うんうんうん、そっち優先すべきだと思うんですよ。だってもう4年近く待たされてるわけだから。そうですね。うん。そこはそうだろうなって思うので。うん、だそう考えると、ちょっと買えないかもな、僕レベルの顧客レベルだと。っていうのは、思ってしまう。残念だけどね。いやいや、欲しいけど。自分の久保ちゃんの頭の中でこうだろうってあの、ね、確からしい情報を並べていくと、そうそうそう、情報整理したんですよ。あの、まあ、この動画の中でもね、バーッと多分僕ら映んないぐらいこうやると思うんですけど、整理したらそんな感じなんですよね、じゃないのかなっていう感じですよ。なんかあれですね、悲しい答えに行き着いた感じです個人的にはね、個人的にはね、個人的には悲しい答えに行き着いたんですけど、これもでもあくまで予想ですけど、ね、まあまあまあそうです、ね、もしかしたらちゃんと台数売るよって言ってくれたらもうちょっと台数出るかもねみたいなね。まあね、レクサスもあるし、エレックスもあるじゃないですか。まあまあまあ、そうそうそうですね。そうでね、LX が今回ハイブリッドが追加になるのはもう確実で、で、ね、年内追加の予定だったけど、この認証問題でちょっとそれも伸びるかもっていう話があって、そのハイブリッドの認証取るのに対してね、パワートレーンだから認証取り直さなきゃいけないじゃないですか、型式指定を。そういうことですね。そう。だからクラウンももちろん遅れてるけど、それも遅れるかもっていう話もあってっていうのを考えると、ですよね。なるほど。GX も多分遅れるんですよ、元々の販売。から結構あれですね、影響範囲広いっすね、例の事件はね。まあ事件というか広いというか、そうですね、だから結局認証の問題だから、国交省さんとの話は片付かないと、例えば新たに認証を取るにしても大丈夫なのみたいな疑念が残る中での国交省の判断みたいになるじゃないですか。はいはいはい。だなんかそれがあるんだったらきっちりかっちり、完璧にして出していこうっていう考えなんだと思うんですけど、クラウンもそうだし、近くなってきたものから国交省とのわだかまりがまだ残っている状態だったら遅れます遅れますになると思うんですよね。だ実際 GX も要はディーラーさんの勉強会っていうのは、リスケになっているので、リスケで日にち確定してない。だから7月にあるはずだった勉強会がリスケですってなって日にちが確定してませんっていう状態なわけです。なるほど、だからそれって勉強会をして販売するわけだから、そうですね、勉強会がリスケになったってことは遅れるってことじゃないですか。販売自体がそうですね、遅れますね。そう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 、遅れますね、うん、なるほど、そういうことっすね。そう、だまあそこはしょうがないよね。まあまあ、そう、いろんなところに影響あってちょっとイラッとはしてますよね。やりそうですね、実際ね、分かんないし、そうです、顧客としてはね、そう、250もね、2日間工場止めるとかっていう、まあ、これは認証とか関係なく部品が足んないっていう話らしいけど、そうですね、そういうこともあるんでね、まあ、基本最初に出てきた納期っていうのはずれるんだろうと最近の傾向というかね、そば屋になったのかなって今出ましたみたいな出前がなかなか来ないやつですね。そう、なるほどなるほどですね。となるとまだ久保ちゃん自身はまだ注文とかそういう話はそもそもできてないってことですね。いや、もちろんできないですよ、そんなの、受注開始ってなってないってことですもんね。なってない。ああ、そっかそっか、そらそうですよね。だから僕がお願いをしてるのはそういう風になったら買いたいので、連絡をまずくださいね。あ、なるほどなるほど、商談させてくださいねと。もう商談のお願いをしている状態です。まずそこからなんですね。はい、はい、そこの商談の枠からは外さないでねと。まあその後抽選なのか何なのかわからないけど、一旦商談はさせてもらえるよねっていう話はしてますよ。なるほど、なるほど、そういうことですね。そのお願いまで現状できているよっていうことですね。そうですね、まあ、でもそれぐらいまだ未確定な情報ってことですもんね。まあだから最初に言った通り
マイナーチェンジがあるのは間違いないです。うんうんうん、で、それはトヨタが、なくさないって言ってるから。あ、車種300をこれからも継続して作り続けますって言ってるから。フラッグシップですからなくしませんって明確に開発の責任者の方が言ってるわけだから、なくさないって。300ってモデルはなくならないと。で、そうするとモデルチェンジしないわけはないので。そうですね。うん、マイナーチェンジはある。そこまでは、まあ、言ったら、通常、普通に車を売っていくにあたって必要なものだし、そうで、あとは年次サイクルと、うん、トヨタが持ってる部品を考えたらもうそろそろしなきゃいけない。なるほど、なるほど、うん、要は旧世代のナビ使ってるわけですよ。あれ生産すること自体コストかかるじゃないですか。そうか、そうですね。そうで、コスト考えたらナビの中のソフトウェアだったりとかハードウェアなんて統一化した方がいいから、うんまあ、だからレクサスとトヨタも一緒になってきてしまうじゃないですか、うんうんうん、おー、そういうことですね、うん、インターフェースはちょっと違うぐらい、ねうんうんうん、中身のコンピューターのほとんど一緒だと思うんですけど、だそれを合わせた方が効率がいいので、うんうんうん、もうしなきゃいけないんですよ。だそれはありますよね。うん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 、そういうことっす。早くだから今納車できてないとこさばきたいだろうし。はい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 、はい、うん。早くさばいてマイナーチェンジ発表したいだろうし。そうするとそのマイナーチェンジモデルが日本でそもそも売るのかどうか。売るのかどうか。うん。で売るとして、うん、どのぐらいのボリュームで売るかどうか。うんうんうん。ということですね。うん、なるほど。次のあれですね。情報というか。そうだから次の情報はマイナーチェンジがあるかどうかっていうよりは、うん、日本国内で売るのかどのぐらい売るのかっていうところが結構僕らランクルユーザーとしては気になるところなので、売るか売らないか、売るとしたら何台か。そうですね、そこガチガチで今追っかけてます。そういうことですね。まあ注目度が高いからいろんな人がリーク情報って言って、はいはいはい、予想レベルのものも確定みたいに出してる人たちもいるから、なんかもう発売されんじゃないのとか、確かにね、うんうんうん、なんだろう、また難しいな、ディスるわけじゃないけど、うんうんうん、確定っぽくサムネ作ったら回るじゃないですか。あ、もうぶっちゃけね、動画の動画回りますね、うん、はい、ランクル300マイナーチェンジ確定価格はいくら、ポチッとしますよね。しますね、まあまあしますね。そう、はい、だそういうのが出てくる中で、まあ、ちゃんと確からしいものっていうのを見極めつつかなとも思ってて、だ今僕らがやってることももちろん予想なんですけど、うんうんうん、まあいろんな情報をこうなんだろう、解析まではいかないけど、うんうん、辻褄を合わせにいったらこうなんじゃないっていう感じです。ね、だ結論としてはマイナーチェンジはあります。うんうんうん、で、まあ、そろそろなのも間違いないでしょうと、うんうんうん、いろんな車種モデルで今のランクルが使ってるナビの旧世代を使ってるモデルっていうのがほぼなくなったので、うんうんうん、ランクルだけ残すのはコストだから、そろそろマイナーチェンジがあることは間違いないです、うん、でただランクル特有の理由、要は納車できてないとか、うん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 、そういう理由があって、それがいつ頃になるかっていうのは、まあ、10月目指したいんでしょうねと思ってますけど、年内なのか年明けなのかこれは分かりません、はいはいっていうことと、うんうんうん、あとはそのマイナーチェンジをしたとして、その今の生産能力、うん、要はランクル300でトヨタとしてはお客様に迷惑をかけたわけじゃないですか。あ、4年も待たせた、うん、そうですね、3年も待たせたっていう迷惑をかけたわけなので、うん、じゃあそれをどう解消しますかっていう話になった時に、まあ、生産台数に見合った販売台数、ここでクローズしてきます。そっかそっかそっか、ってことですよね、はいはいはい、で3年も4年も前の、受注は受けませんと、うん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 、ね、お客さんの環境変わる可能性を考慮しなきゃいけないわけですから。あ、まあそうですね。250の中身から言うと、うん、2年後ぐらいまでの受注なんだろうなと、まず言ってる。って考えたときに、今の生産能力で考えると、まあ、ランクル300初期とかっていうのを見ると、まあ、大体月販500台を日本割り当てって考えた場合ですよ。年間6000台ぐらい。だから2年間で1万2000台分ぐらいの受注をマイナーチェンジで受けますと。でその時に受注残で残ってる人たちを優先した場合に、そうじゃない人たちに流れてくる台数ってなると、まあ1万台切ってくるんじゃないかと。だかそうするとランクル250のファーストエディションぐらいの感覚で買える買えないが決まってきそうだなっていうのが予想です。いやー、なかなか狭きもんですよね。あとはもうバツンと日本国内販売やめますっていうかですよ。おお、なるほど、うん、トヨタさんがね、そもそもね、ただ国内ラインナップを僕の方で見た時に、うん、メインどころの250ってなったら、うん、まあ70と300は、うんうんうん、そういう立ち位置で、うん、小生産小ロット、なるほど、
っていう立ち位置で国内も残してくるんじゃないかなと、うんうん、トヨタブランドとしての展開ですよね、うん、そうそうそう、だって電通さんまで入れてブランド生成してるわけですからねはいはい、はい、電通さんと合弁会社まで作ってトヨタなんちゃらっていう、はい、でクラウンだランドクルーザーだっていうのをブランド化してってるわけですから、そうですね、そうですね、うん、ここはきっちりブランディングしてくるって考えたときに、うん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 、やっぱブランドのフラッグシップってないとちょっといや、おっしゃる通りあるべきですよね、はい、フラッグシップはあるべきです、ね、うん、そうですね、例えばエルメスだったらバーキン、ケリーがあってのエルメスじゃないですか、はい、そうですね、だけどバーキン、ケリーはなかなか買えないってなった時にバーキン、ケリーが70300って考えたらまあそうよねと、はあ、そうか、そういうことですね、うん、売るけど幻のみたいなかもしれないですねはい、はい、いつかはっていうね、そう、誰が買える、うん、誰が買えてんのっていう、うん、なんか外商みたいな、みんな買ってる人だけが買えるんだろうねみたいな伝説になるかもしれないけどはいはい、はい、だフェラーリみたいなねうん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 、だそういう感じなんでもおかしくないかなっていうのが僕の予想です、あの僕の予想ね、うん、なるほどなるほど、いや、はい、分かります、すごく分かります、そういうことですよね、はい、トヨタさんとしてももう外向けのじゃないですけど、こう機関車として、うん、機関フラッグシップとして、うん、外向けにしっかり残していきたい。でもそうだ、公言してますからね。そう。だからランドクルーザーといったら250と、まあ、FJ が出るんだったら FJ。うん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 。で、伝説の70と300みたいな可能性あるよね、はいはいはい、ゴリゴリ黒関東。そう。こっちってで、ね。で、それを考えると、うん、僕はまだ伝説に乗れるレベルじゃないから、お話いただけても買えないんだろうなっていう。だから購入のお話ではなくて。ああ。にはなるのかなっていう感じはします。変えたら本当ラッキーかなくらいのレベルって思っといた方が、ショック受けないからそうですよね、そうだ、自分でハードルめっちゃ上げてるっていうはいはい、はい、そういうことですね、そうです、そっかそっかそっか、変える変えるって思ってると変えなかった時のショックは大きいですからね、泣きそうになるじゃないですか、そうですね、そっか、そもそも、はい、まあでも結構現実的な考えをしたときに生産台数含めて国内販売量はだいぶ少ないことが予想されますと、うん、となるとまあ一定の心構えっていうのはねできますしねそう何の心構えだか分からない、ね、まあまあそうですね、そうだけどまあ俺はふさわしい男にはなれなそうかなと思ってますけどね、なれるようになれたらいいなぐらいです、そうですね、うん、皆さんのいいねボタンとチャンネル登録、それ関係ないです有名人だから忖度で当たるとか、ああ、まあそういうもんじゃないですからね、まあまあこれからの情報を楽しみにちょっとあれですね、待ちながらですね、いや本当ですね、それも楽しいから、あ、まあ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 そうですね、買えなかったとしてもそこ楽しんで終わりでもいいですけどね、うん、まあまあこういう話今の300乗り続けますわ、ああ、まあそうそうですね、うん、そうですね、ぶっ壊れるまで乗り続けます、うんうん、ぶっ壊れるまで300乗り続けるって言うと俺が先にぶっ壊れますだいぶ頑丈なね車なんでねそうですねそれはそれでねうん、あ、まあ楽しいですよ、もうそれも、ね、次の車として乗ってもいいかなと思うんでいいんですけど、はいはいはい、はい、素晴らしい、うん、もうそしたらもう300、今の300ばっかりの動画になるんでこれから持ってこないですねもう買い替えられなかったらそうなるそうですね、そうですね、もうボッコボコになっても乗りますから、いやー素晴らしい素晴らしい、はい、いやーまだまだ楽しみな車ですね、楽しみです、ね、この一本話も含めてね、うん、話題が絶えないね、そうですね、絶えないですね、いいこと悪いこと含めて、いやいやいや、はい、本当ですね、今回はいランクル300の MC のお話を予想も含めてね、ね、してよって言われそうですけど、ね、この間もしてたじゃないかお前らみたいなね、そうですね、この間スペックの予想ね、ああそうですね、今回は売るのかっていう予想ね、販売するのかどうかの予想ですねっていうところでしたけども、はい、今回の動画がですね少しでも良かったという方は、いいねボタンとチャンネル登録ぜひお願いします、お願いします、はい、まあ、好きかって言ってるやつだっていう認識をしていただければいいかなと思いますんで、はい、今後も応援いただけると大変嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます、はい。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。キックボチャンネル久保でした。キックでした。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。